はい、こんにちは、ピカです。今日ね、究極のバイクシミュレーター PS4 PS5 版ですね、リムズレーシングやっていきたいと思います。リムズレーシングね、いろいろとやってきた動画概要欄に貼っとくんで、まずね、そちらの方から何が究極なのかっていうのをご覧ください。そして今日なんですけど、このリムズレーシング、パーツが一つ一つネジ一本一本まで再現されていて、バイクをいじる楽しみっていうのもあるし、物理シミュレーターもすごくて、走行もね超リアルっていうところなんですが、今日はね、そのパーツを紹介していきたいと思います。で、今まではね、ストックであるパーツ、マフラーを交換したりとか、ブレーキを交換したりとかしてたんですけど、今日はね、ショップに行って好きなパーツを選んでね、ガンガンね、とにかくこのホンダのバイクを超カスタムしていきたいと思います。じゃあやっていきます。まずはね、ショップの方来ました。ショップの方でもうほんとね、ほぼ全てのパーツがあると言ってもいい。 ECU ですよね、 ECU とか。なんかすげえぞ、 ECU だけでもどうなるのこれ。そうか、ブレーキの効果とかトラクションコントロールとかが向上するってことだね。そして、あ、そうか、燃費もね、向上するんだね、ECU で。とりあえず一番高いの買っとけばいいか。これ買っとこう。エアフィルター。まあこれエアフィルター大事だね。エアね。こうね、くるくる回すとね、パーツがこう見れるっていうね。カーボンフィルター。カーボンレースフィルターとカーボンフィルターとノーマルフィルターがあるね。当然カーボンレースフィルターがいいんだよね。流入速度、流入の空気が速度だね、これね。秒速 40m まで上がる。ノーマルの 20% ちょっとマシぐらいだよね。これも買っとこう。出力も上がります。次、マフラーですね。今までね、このアクラポビッチをつけてましたけど、なんかね、吉村とかあるね。吉村のマフラーとか、メーカー名わからんけど、なんかいっぱいあるね。こんなのもあるし。エボリューションラインを今つけてんのか。結構高いのつけてんね。いっぱいある。あ、これもいいね。これも。あ、でもなんか先っちょだけだな。まあ、とりあえず、いいか、このエボリューションラインってやつでいいよね。これまあいいや、これをつけよう。これ持ってるから、このマークがついてるやつは持ってるっていう意味ですね。インベントリーの中に入ってる。エンジンオイルまである。エンジンオイルすごいな。エンジンオイル、モチュール、エンジンオイル、実際あるメーカーっていうのがちょっと怖いよねこれね。え、どれがいいの。エンジンオイル、店員さんいないの。店員さん、すいません、店員さん、店員さんいないですか。え、どれがいいんだろうね。粘度が変わるだけ。粘度が変わる。たら、もう俺、レースするとき、粘度めちゃめちゃ柔らかいのしてんだよね。すべてを。まあ、非力なロードスターとかだと、もう本当にね、めちゃめちゃ柔らかいオイルを使うんですよ。ギアのオイルとか、もう全部。あ、まあ、ブレーキとか違うけど、ギアとエンジン、オイル、あとデフオイル。まあ、共通なのかな？すごい柔らかいのを使うっていうことなんで、まあ、これの柔らかいやつ買っとこう。サスペンションオイルまである。サスペンションオイルっていうのは、粘度によって、なんか柔らかさが、フロントフォークオイル。そんな、いや、これもうマジでやばいことない？わかんない。ちょっとごめん。これはまあセッティングの域だから、ちょっとこれはわからないというか、まあ一旦やめとこう。あ、すごいじゃん、カウル。カーボンファイバーカウルある。これノーマルカウルとカーボンファイバー。これ持ってますね。これ後で変えよっか、カーボンファイバーカウルに。ね。カラーリングもスペシャルなやつがあると。まあまあこれは今のままでいいや。で、前回の動画でね、リアのキャリパー変えられないじゃんって言ってたやつは、買ってなかったからですね。はい、すいません。ちょっと、ごめんなさいね。そして、前回の動画でもね、ブレンボに変えてるんですけど、前回のブレンボはこのブレンボに変えてたのね。でも、もっといいブレンボ、これかっこいい GP4RX、 ほら、これ実在するよねこれね。そしてさらに GP4MS で、さらに PR っていうのがある。ブレーキはやっぱ最強がいいよね、ブレンボの。なんかこんなのもあるよ。これ知らない。アコサットっていうの。へー、そんなやつもあるんだ。これ知らないね俺。いや、もうとにかくこのかっこいい。このブレンボでよくね。これ買います。次。リアキャリパー。そう、リアキャリパーも買ってなかっただけ。リアキャリパーは3つですね。ブレンボの、このなんか、まあ、高い方。あ、ちっちゃい。いや、ちっちゃい方が高い。え、ちっちゃい方が高いぞ。なんかわかんないけど。64mm、どこなんだろうね。削り出したんだ、全部。2ピースキャリパー。モノブロックではないんだね。これを買っていこう。ポチ。いやー、買い物楽しいね。なんかわかんないけど。そしてグリップもね、変えられますね。グリップはまあ色変わるだけなんで、だよね、色となんか。あ、形状も変わるのか。まあでも、あー、これかっこいい、なんか。あ、これデザイン的にかっこよくない？アルミ削り出してる、だって。これちょっと一つ特徴的でいいじゃん。これちょっと変えます、これに変えます。はい、次。あ、左右あんのね。左右同じやつじゃないと思う。これやな。滑りやすそうだけど、なんか、すっぽ抜けそうだけど。まあいいや、デザイン重視で、グリップはね。クラッチケーブル。すげえな、おい。ケーブル？ケプラーのケーブルか、ステンレスかってことね。まあ別にノーマルでよくない？まあいいか、ケプラーに変えとくか、一応。ブレーキケーブルは、あ、もっといろいろあると？ケプラーと、ステンレス鋼製編み込みケーブル。あ、
カーボンある、カーボンケーブル、もうここカーボンします。フロントサスペンション、サスペンションか、あ、なんかでも金色の方がかっこ、あ、サブタンク付きじゃん。下の方にね、サブタンクって言ってオイルの容量ね、ダンパーってオイルが中に入っている、まあ、注射器みたいなもんなんだけど、注射器のね容量を増やすためにこうサブタンクっていうね、横にタンクが付いたタイプがあるんですよ。これね、四輪も同じですね。サブタンク付きのフロントサス、これえ、やべ、高すぎた、お金なくなってきた、お金ちょっと待って、大丈夫かこれ、お金なくなってきたんだけど、大丈夫か、まだいっぱいあるぞ項目、ちょっと節約しないとダメ。次リアサスだね、リアサス変えるか、変えるか俺、大丈夫か。リアサスは基本的にサブタンクついてるんだね。まあ短くてサブタンクがついてる。まああとはリバウンドレンジ、コンプレッションレンジ、レンジが違うってことか。まあオーリンズで揃えとこう、リアもね。スプリングはオーリンズのでいいかな、色が黄色でかっこいいだから変えるみたいな感じ。フロントのスプリング、もう見た目変わんない、見た目変わるな。巻き数は変わらないけど線形が違うのか、線形と巻き数なんだよね結局ね。であとはその鋼材のなんていうの、質によってピアノ線鋼なのかバネ鋼なのか、はたまたチタンなのかっていうので変わりますね。なんで、まあ、一応オーリンズで合わせとけばいいよね。次スプロケットリア、ちょ、それお金がないんでね。あ、でも150か。こっちスチールスプロケット、いやなんかこれかっこいいな、これかっこよくね、格好で選ぶ、だって軽いもん。あ、でもこっちも軽い、でも格好悪くない、なんか。まあノーマルでいいか、ノーマルでそこケチるかっていう。フロントスプロケット、今これがついてますね、これね、なんかただのこんな感じ。あ、これもいいんだけど、これ高えな、おい、なんなのこれ、これかっこいいじゃん、これでしょ、分かんない、なんか色はついてるのかっこいいからそれを選ぶっていう、なんかね。あ、タイヤウォーマー、タイヤウォーマータイヤウォーマー、なんか性能とかあるんですか、性能とかあるらしい。あ、タイヤウォーマーね、高いっす、すいません、高いっすね、高いっすね、タイヤウォーマー。まあ別になんかすごい110度まで上げられる、それは違うよね、さすがに110度は。いやごめん、でもちょっとお金がなくなっちゃった、ドレスアップでお金がなくなって、これ無理だわ、これ何これ、チェーン、え、チェーン、チェーンすごいじゃん。あ、カラーチェーンみたいなのある、何色にする、え、やばいやばい、ちょっと待って、黄色かな、やっぱオーリンズが黄色だったから金色みたいな、金色にしてみよう色で選んでるっていう。フロントディスクはこれをつけようとしてたんだよね今ね。あ、いやでもさらに高いやつある、 T ドライブ、今までになかった取り付け方法。いや、そういうトークに惹かれますな。あ、確かになんかこのディスクの取り付け部分のね形状がほらちょっと違う、ちょっと剛性がありそうだね。うわー、これ欲しいけど買って大丈夫っすか俺。でも色が金の方がかっこいいからな、これか。いや取り付け方法、いや、やっぱ色で選ぼう、とりあえず一旦これにしますか。でリアのディスクも変えられるんだね。あー、リアのディスクでも色が変わらないじゃん、もういいかこれで。リアブレーキはねあんまり使わないらしいんだよね、ほぼフロントでリアは浮いちゃってるから、プロの場合はって言ってた。フロントフェンダーはカーボン持ってますね、持ってるんで、まあこのカーボンを使おう。リアフェンダーもね持ってるんで、カーボンをね、これを使いましょう。ブレーキフルードはブレンボ、やっぱブレンボで揃えたんで、まあ俺はブレンボだったらブレンボ、ブレンボでいくね。レーシングフルード、これを買っときます。ブレーキパッドはそうだね、合わせなきゃいけないのか。レーシングパッド持ってるんでそれでいいや。リアだけブレンボのパッドを買わなきゃいけないのか。ちょっと待って、めちゃめちゃあるなこれ。え、え、何これ、どういうこと、え、ちょっとわかんない。部品のね互換性があるんでちょっと後で買いますね。ボタンパネル、え、なんか今のでよくない、純正でボタンパネル、そんなとこまでまだあるの。クラッチマスターシリンダー、そんなのもあるんですか。じゃこれもブレンボで、マスターシリンダー、ブレーキのマスターシリンダーですね、ブレンボのマスターシリンダー持ってるんでそれをつけます。はい、ミラー、うわー、ミラーか、ミラーなー、あ、ミラー変えたいね。なんかホンダの純正の今このね、純正だねっていうミラーつけてるんで、これかっこよくない、これかっこいいじゃん。あ、これもいいね。あー、こっちかなー迷うな、何でもいいだろって。いや、もうとりあえず迷ったら一番高いの、ゲームの中では一番高いの、ライト、あ、ライト、ライトのバルブがある、なんやこれ、青やろ、なんや、クリアホワイトに決まってんやん。あ、リザーバータンクな、どうしよう、リザーバータンク、あ、まあ純正で、純正ってか今あるね、ホンダの OEM、 これでしょしょ。フロントのホイールホイール来た、まあホイールたっけ変えるか、おい、フロントのホイール変える、いやーこれ迷うね、迷う迷う、めっちゃ迷う。
ちょっとなんかリアから選ぼっか。リアホイールがだってカーボンのやつがあるでしょ、やっぱり。これカーボンホイールだもんね。やべえわ。何これ、かっこいい。まあ、OZ のカーボンとかがまあ無難だよな。ちなみに俺、フェラーリのレーシングカー OZ のマグネシウムですね。マグネシウム、くっそ高い。一本100万だな、確か。1セット400万だったと思う。それ3セット必要だからね。いや、アホだろっていう、マジで。あ、これにしよう。これやっぱかっこいいわ。ロトボックスのカーボンホイールのなんかちょっとかっこいいやつ、これにしよう。ああーやばい、2個買っちゃった。あ、すいません、ちょっとあの売れるかな。え、なんかいっぱい持ってんだけど俺。え、なんで3つも持ってんの俺。ええ、ちょっと買いすぎじゃない俺。売却した、売却できた。なんかわかんないけど、なんか俺めっちゃいっぱい持ってたな。あ、これ持ってんのか俺。持ってんの買っちゃったらしいよ。レバーですね。遊びとかだよね、レバーって。多分。もうブレンボでよくね。もうなんかわかんない。全部ブレンボで揃えとけばテストしてやるやろ。あ、でもなんかブレンボの高い方があった。高い方で言われた。そして、ブレーキレバー。あ、持ってるわ、高いやつ。ブレーキのレバーね。はい、ということでね、パーツ買いまくったんで、バイク、いじってこう。その前に、ちょっと待って。バイクのエンジニアっていうのがあって、これ買っとこう。パーツのね、装着スピードを上げるっていうね、それを買っとこう。さあ、何からやっていく？フロントのキャリパーからやっていこう。さあ、取り外しだ。ちゃっちゃちゃっちゃいくぜ。このね、操作、書いてある操作をするっていう感じなんだよね。本当に作業してる感じ。はい、そして変更だね。これだ。かっこいい！ブレンボの GP4PR。これをちょっと装着していこう。きたー！はい。装着スピードアップ、L3。あ、パッドね。パッドを変えなきゃダメなんだ。パッドを変更。パッド、どれが互換性がある？レーシングパッド。これだね。これに変えればいい。スピードアップ。すごい！自動的にやってくれる！よかった。これ作業がね、結構大変だったんだ。けど自動的に装着してくれる。なんか、醍醐味ないけど。まあええわ。まあええわ。変わった！かっこいい！いや、全然かっこいい、こっちの方が。リアのキャリパー変える？リアのキャリパー取り外し。取り外しは自分でやらなきゃいけない。そして、変更。これだね。かっこいい。全然違う。あ、そっか。またパッド変えなきゃいけないのか。あ、ちゃ。これもダメだ。これでショップだ。ショップに行かなきゃダメだ。ここで、これに対応するパッド。これを購入。これに変更して、装着。おー、変わった変わった。これで前後のキャリパーが変わった。おー、変わった、本当に。あとディスク、フロントのディスク。あ、そうか。フロントのディスク先に。でもいちいちこれ、また、また、またキャリパー外すんですかっていうね。はい、これでディスク外した。で、変更。はい、これを装着。スピードアップ。次、ブレーキのレバーですね。レバー変えよう。全然違うよ。かっこいい。ブレーキのレバーかっこいいんだな。マスターシリンダーもこっちにね。ブレーキマスターシリンダー変更。うおー、かっこいい。全然違う。リアのマスターシリンダー買ってないよな。あ、ブレーキケーブルか。はい、OEM からカーボンへ変更します。あー、すごい変わってる変わってる。かっこいい。あ、黄色になってるケーブルが。やばいわ。リザーバータンクは変えてない。フルードも買ってないな。はい、フロント周りはいい。マフラーを変更。マフラーどれにしよう。エボリューションライン。これに変更します。はい。マフラー変更しました。次はバラバラだな。カウル。このカウルも変更しよう。カーボンカウル。これに変更。いいじゃん、いいじゃん。これにしよう。フェンダーも変えよう。フェンダーも取り外す。これもカーボンに変更。うぃー、かっこいい。リアフェンダーも取り外して、これも変更。カーボン製ね。かっこいい。かっこいいしか言いようがねえわこれ。次、フロントサスペンションをサブタンク付きだね。はい、外れた。これを変更。ホーリンズのこれに変更。ちょっと装着はまだ後で、どうせバラさなきゃいけないな。フロントスプリング変更ですね。ホーリンズに変更。リアのスプリングですね。ここか。ここにショッカーブツオはあるな。はい、抜けた。スプリング外します。ホーリンズに変更。フロントのリムカーボンに変更。うわ、カーボンになった。リアのリム、これも変更。うぃー、カーボンになった。うわ、かっこいい。やべえな、これハマっちゃうな。これタイヤなんかちょっと警告出されてる。あ、タイヤがあれだね、減ってますよ言われてるわ。ちゃんと今の動きやばいな。
これで。とりあえず一旦装着しないライトのバルブをクールホワイトに変更。うぃー、買ったかっこいい。次グリップ、あ、グリップな、買った買った。はい、取り外してこれ変更。これな、僕のちょっとこだわりのお気に入り、左のグリップも外します。これも変更で、俺のこだわりのこのグリップに変更します。ミラーですね、ミラーも変更です。こっちやな、これに変更。おー、いいじゃん。 ECU ですね、 ECU も変えなきゃダメだ。ちょっと待って、 ECU 取り外し、うわ、もうバラバラだ。これ変更、幅が広がるんだっけ。エアフィルター、エアフィルターも買ったぞ。エアフィルター取り外し、カーボンレースフィルターに変更。エンジンオイル、柔らかいのに変更。モチュールのオイルに変更。よし、だいぶ変わったぞ。あとは次チェーンも変更、こっちのね黄色いタイプに変更。スプロケットも変えたな。スプロケット取り外し、こっちのね色がついてるやつ。マスターシリンダークラッチ、これで変更。あ、全然違うわ。これもよく見たらかっこいい。クラッチケーブル、ケーブルも変更。ケプラー製ですね。さあできましたね、バイク。俺のバイクってバラバラやんけ。これを全部戻さないとダメだ。でも大丈夫、これを一個一個装着スピードアップっていうやつにすれば全部戻って、かっこいい、全然いい。なーにこれ、めちゃめちゃかっこいいじゃん。ういー、かっこいい。全然変わったわ。いや、すげえかっこいいじゃん。全然違う。いや、マジでええわ。これ何これ何これ何これ。あ、そうだね。クラッチレバーを変更してなかった。これに変える。ういひー、なんかすげえわ、この。すげえ、なんかやばい。なんかわからんけどやばい。あー、ちょっとミラーでかいなー。ミラーがちょっとなんかでかいな、ちょっと違ってたかな、ミラーだけな。はい、ということでね、俺のカスタムバイクできた。できたわ、すげえわ。うわー、かっこいい。全然違う。乗りたい、乗りたいよ。俺乗らせてくれ、これ。うわー、軽い。ちょっとなんかフロントのなんかダンパーが、ダンパーちょっと柔らかいな、なんか 前後。エンジンがめちゃめちゃなんか軽快に回る感じがする。危ない、あ、危ない、新車、あ、俺の車。あ、やってもうた。あんなに綺麗に仕上げたのに、これパーツがさ、なんでこんなに悲しむかっていうと、実際パーツがねこけると消耗してしまうんだよ。ひどくない。あー、また雨はないだろう。いや、でも全然軽快、ブレーキもコントローラブル、全然違う。剛性があるっていうのかな。いや、もう全然印象が変わる。こんなのあった今まで。なんかグランツーリスモでチューニングしたみたいな感じ以上に、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、危ない危ない危ない。いやいや、もうめちゃめちゃブレーキ効くんだよ、フロントの。リフトしてたね、リアが。あれちゃんと、もうちょっとコントロールちゃんとしないと。よりシビアになったな。コントローラブルだけどね。ちょっと突っ込みすぎてる。あー、この滑る。
同じところで。おお。いや、レスポンス月もいいもんね。今ちょっとノーマルだとね、こうちょっとパラパラパラってこうね、なんかバラつく感じだったんだ。このここアクセルのね、この右下のところに青いやつアクセルね、これ自分でコントロールしてんだけど、なんかちょっとね、なんかバラつく感じがあったんだけど、 ECU 変えてそういうのがなくなったね。いやこれ面白い、マジで。パーツがやっぱ変えてもちゃんとね、本当に結構ね、なんかこうグランツーリスモって大きく変わったりするじゃん。本当ね、なんか微妙な差なんだけど、こういうブレーキングがめちゃめちゃシビアだよ。これ乗ってるわ、マジで。タイミングいいと、早めのこうね、ブレーキがしびれすぎて、あーやばい、喋ってたから本当に。なんだよ、もういいだろ喋んなくて。これもうやらせろ、俺にゲーム本当に。やらせろやらせろじゃねえか、マジで。そう思うぐらい結構こう本当に、本当に細かい右下の、ね、ブレーキ、赤いですね。あー、ぶつけた、フロントフォーク曲がる。本当にでもなんかショックがなんかね、よく動くんだけど、こうしっかりダンピングが効いてるっていう、モーリンズっぽい動きだな。分かる人には分かる。路面をね、細かいこう追従するんだけど、かつねこう本当にこう荷重の移動がちょっと柔らかいんじゃないかなって感じるぐらい動くんだけど、ダンピングがしっかり効くっていう、オーリンズっぽい動きだな、本当に。いや、そのなんかこうブレーキも本当にコントロールしてる感じ。入ってくるもん、ここがちょいとここブレーキのね、本当にこう細かいブレーキかけて、すごいね、シビアに反応する。これはケーブルとかやっぱブレーキのね、レバーとかなんだろうな。レバー変えるから、変えたからこうなってるんだろうな。ものすごいこう本当にね、反応してくれる。あ、全然走れるわこれ。早く走れるようになった。はい、シミュレーションレベルはもう現実ですね。
だからこれはね、もう本当シミュレーションレベルちょっと難しいけど、そこまで練習してほしい。アスファルトでよかった。あそこはみ出てたら終わってたわ。なんか頂上付近気をつけて。水溜りもちゃんとあるね。その水溜りでちょっと変化を感じられないけどね、グリップの。わかんない、ちょっと行かないようにしてるから。あーいいわ。うわーいいね、このブレーキの感じ。あーなんかノーマルだとさ、よくわかんなかったけど、チューニングして車がさ、こうなんていうのか、すごいシビア、うん、バイクの動きがすごいシビアに なったらよりね、こうなんかシミュレーションレベルがわかるようになった。なんていうのか、ちゃんとレスポンスしてくれる、操作に対してバイクがちゃんとこう反応してくれてる感じが。この一個一個本当大事だなっていうのが分かる。ほら今のところのサスペンションのリアサスペンション沈み込みとかも、ほらちゃんとね、こう俺の結構大雑把になっちゃったような挙動っていうか操作を、サスペンションがちゃんとね受け止めて、無理した挙動変化をね安定させてくれてるっていう感じ。逆に許容してもらってる感じがする。やーべ、これハマってきたな。俺面白いわ、乗ってるもん、もうマジで。乗ってる感じってあるよね、バイク。なんかなんだろうな、こうゲームとして合ってるのかもしれないね。その車の動きってさ、結局なんかそんなに速くないのよ。バイクはやっぱさ軽くてさ、あれだからこうなんていうのかな、コントロールの回数も多いし速いんだよね、動きが。だからそういう動きが速いものに対して、ゲームってそうじゃん、ちゃっちゃちゃっちゃ動くものの方が、まあ、ゆっくりゆっくりゆったりコントロールするっていうよりは、早く細かくコントロールするっていうことに、なんかそういうゲーム性があるような気がするよな。上手くなってきたって思わせるぐらい俺が、まあ、見てもらったら分かるけど、ブレーキのねコントロールしてる感じと車体がねこう動いてる感じをね、特にブレーキングだな、ブレーキング残しながらのこう入ってくところとか、もちろんブレーキ強くかけといてちょっと戻してフロントにね若干こうブレーキで荷重が残しながらターンインしていくところのブレーキのコントロールとかがすごく本当に、あとこうリアがねプッて浮いちゃった時のパッて戻した時にすぐこう圧が戻ってブレーキがね、あのそのまま前に転ばないっていう感じのところのコントローラブルな感じ、あとはね、なんかこうブレーキかけた時にパッドがこうローターに当たってますよ感までちょっとなんかあるんだよね。シミュレーションされてるような感じがする。素晴らしいと思いましたね。いいですねこれ、本当に面白い。はい、ということでね、やってきましたけどいかがだったでしょうかね。今回ねホンダのバイクでやりましたけど、まだね何種類もバイクありますね。前回の動画でねバイクの種類紹介したと思います。これ一つ一つがまたね同じようにチューニングできるんですよ。なんでまた違う乗り味のバイクを改造してとか、まあこの今のねホンダのバイクに関しても CBR に関しても、あの別のパーツをつけるとねまた別の違った印象になったりとかすると思うんで、確実にねその辺がね一個一個パーツをつけたり外したりとかして、まあ、試すこともできるんで、これはね本当に面白い。そしてなんかこうレーサーになった気分っていうか、コントロール性が味わえて、パーツの違いを、一個一個の違いを、こういうこのパーツこんな感じだよねっていう語れるぐらい、クッコのそのシミュレーションがちゃんとしてるかなっていうところがありますね。本当にまあ究極のバイクゲームと言って間違いないんじゃないかなと
思いました。はい、ということでまたね、こういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ハマった、これハマる、まだやる。